そうです、はい、ずっと待っていたい くださった ありがとうございます。いや本当にあるのかなと思ったら一つ聞いていいですか。はい、東の象徴になるって狙って作られた。いやもともと2003年ですから、ずっと前に ですよね何年前に作品として作ったんですけど、中の数字があるし、時計でもないし、なんだろう、それで、まあ、大震災が起こったんで、自分がこれを消灯させて、電気を使うから、ね、まあ、それもあるし、やっぱりなんか、鎮魂の意味で消そうと思ったんですね。はい、そうなんですね。それで、テレビ朝日さんに了解を得て、あれしたものですね。はい、結構3日、4日、その辺悩まれた。そうですね、ずいぶんいろいろと考えてというのを、はい、結構書かれて、言われてて、記事になってて、はい、どうできてよかった、ありがとうございます。来年も見に行きます。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、はい。